YouTube 動画タイトル案 n ーアンダーライン愛デビュー曲作詞秘話ラッパーピコリ独占インタビュープロが分析平野翔神宮寺優太岸優太の歌声の特徴とはピコリが徹底解説 n ーアンダーライン愛の3人はめっちゃバランスがいいデビュー曲から作詞を担当するラッパーピコリが明かすメンバーの関係性新曲 INZM の作詞も担当したピコリが語る 三人それぞれの魅力とは、曲作りやレコーディングの裏側を独占インタビューで聞く。本市8月20分の13日号世界に挑戦する日本エンタメ特集したナンバーアンダーラインアイ、平野翔、神宮寺優太、ガン雄太が、9月23日に初のフルアルバム NO, I, ナンバーワンをリリースするのに先立ち、8月19日からリードトラックである INZM、稲妻の先行配信をスタートさせた。 INZM の作詞をナンバーアンダーラインアイと連名で担当しているのが、音楽グループ、オットフートワークスで活躍する著名ラッパーのピコリ、30だ。ナンバーアンダーラインアイのデビュー曲、GO トの作詞も担当したピコリに、メンバー3人のアーティストとしての魅力や彼らの関係性について、ジャーナリストの田澤 A が聞いた。取材は6月。昨日のレコーディングに立ち会わせていただきましたが、 あれは曲制作のどのあたりの段階だったのでしょうか。一度録音し終わった後の呼び日、調整する日でした。ナンバーアンダーライン愛に関しては、メンバーが歌って本レック、本番の録音した後でも、もうちょっと修正したいみたいのが出てくるんですよ。その、各部分の修正について立ち会うっていう、そういう日でした。岸さんが、あるフレーズだけで何回もリテイクしていました。あんなに丁寧にやるんだと、 びっくりしたのですが。ナンバーアンダーライン愛はクリエイティビティが高いんです。俺も別に、これでいいんじゃねってだいぶ前から思っていても、やっぱりメンバーが納得いくのが一番いいから、やれるだけやっています。楽しそうですね。もう一回いいですか。もう一回いいですかって。三人にパートを振り分ける際、それぞれの性質などにどういう特性があると見ていますか。低温対域は小。 平野ですね俺もどっちかっていうと結構喉がザラついている声で低いんですよそれを一番再現できるのが平野で最近はもう俺のガイドか平野の声かわかんなくなるぐらい似てきているだから一番どしっと構えたシンプルにストレートなラップみたいなものは平野がいいと思ってます神宮寺は裏声とか高い帯域がすごい得意でケーシーキシーはぶちかまし 一番おもろいっすね。一番ラップがうまいのは誰ですか一番かっこいいラップができるのは平野なんですけど、俺が入れたガイドと全く違うことをするのが形式、騎士で、これがめっちゃいいんですよ。そんなふわり、知らないぞ俺、みたいな。何回やり直しても、ここはこうだよ。淡々淡々だよって言っても、オッケーっす、やってみますとか言って、毎回絶対違うんですよ。 だからもう、俺が伝えたこの、タン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 っていうリズムは、彼の中では、タンタ、タタタンになっていて。これは結構ギフトというか、持って生まれた感覚。それは一番大事っすよね。神宮寺は、最近一番かっこよく見せられるキーを見つけたんで、そこを伸ばせばいいし、シャウト系とかガヤ、愛の手やシャウトは一番いいです。声が通るので。それぞれのアーティストとしての自我は、 どういういいい形で発揮されててると見ていますかメンバーがそれぞれ3曲くらいずつプロデュースを担当しているんですけど、昨日レコーディングした INZM は神宮寺が担当。例えば神宮寺に INZM の大元のコンセプトはメンバーと共有したのって聞くと、共有してないと。意外にショー、平野も軽視、騎士もそこに踏み入らない。多分、競い合ってるっていうか、 自分の担当の曲は他のメンバーが担当している曲より格好良くありたい、みたいな。ボンの時はショー、ヘイヤーがたくさん喋っていたけど、俺の気のせいかもしれないけど、神宮寺の意思を尊重して現場を見守っているような感じがありました。それは別にいいことである気もするし、自分のクリエイティビティは、プロデュース担当っていう制度のおかげでちゃんと出せてるんじゃないかな。レコーディングを見ていると、 3人とピコリさんが対等な形で、チームでいいものを作ろうとしている、緊迫感がありながらわきあいあいとやっている感じが伝わってきました。1年ぐらいの付き合いにはとても見えなかったのですが、彼らと仕事をする上で、普段ピコリさんが付き合っているミュージシャンとは話す言語が違う、というような難しさはなかったですか。そもそも本当に言語感覚が違うような人たちだったら、多分もう一緒にやってないと思います。 そこはやっぱり彼らの人柄というか、ずっと業界にいつつも、普通のお兄ちゃんみたいな感覚が持てるのは、結構すごいことだと思います。自分がもし同じ学校のクラスメイトだったら、普通に友達になってると思う。三人は海外への挑戦を掲げていますが、ピコリさんはそんな彼らをどう見ていますか。今海外を意識していることで言うと、小、平野は多分和をテイストにするっていうところが一番メインにあって。 あと自分としては、英詞は逆にあまり使わない、というのを意識していますね。やっぱり自分の国の言語が一番説得力があるし、意外とこの3年くらいで海外でも日本語の曲がヒットするのが当たり前になってきている。言語の壁はなくなってきた、だから思いっきり日本語でやっていいという気がしている。あとはもう、頑張れって思ってます。歌唱力ももっと伸びるだろうし、今後も練習、努力、 勝利、友情点点点点点点バンドやグループに理合さんは付き物ですが、ナンバーアンダーライン愛の三人の関係性についてはどう見ていますかめっちゃバランスいいなと思います。やっぱり、三人含めて全員で打ち合わせをしている時でも、話をリードするのは小、平野で、二人は小の意見を尊重しながらも、自分たちの意見を出していく感じ。 KC、シーは多分3人の中で一番音楽とダンスが好きで、一番作品にも介入してくるし、音楽も一番聴いてるんじゃないかな。神宮寺は、人のまとめ役。ショウ、平野は思ったこと全部言って、アイデア出しとか発想力は多分一番あるんじゃないかな。そのたくさんのアイデアを精査するのが神宮寺。それはちょっと無理でしょとか、意外と精査をするのがうまい。昨日のレコーディングでも、 ここは違うかもなぁと俺が思ったことも、大体いい神宮寺と一致している。一番見えてる感じがしますね。とにかく、バンドやグループにとって、バランスというのはすごい重要なんです。音楽云々だけじゃなくて、メンバー間のバランスというのはほんと大事。3人はとてもいいと思います。プロファイル。縦横無尽に時代性やジャンルを飛び越えていくヒップホップグループ、オットフーとワークスのラップ担当。 多様なビートにアプローチする変幻自在のフローと独創的な言語感覚で愛を語るリリックは日々進化している。またフックでは、変的なポップスセンスとメロディメーカーぶりを発揮。比類なき存在感を放つラッパーとして注目を集めている。2022年6月、ソロラッパーとしての活動を開始。R.A.U.DEF を客演に迎えた、Brain Stripe をデジタルリリースした。他アーティストのフィーチャリングゲストとしては、 アレクサンドロス、オカモトショー、オカモトズ、アンドロップ、ワクイサラー、イマイ、ライムチューブなど幅広いバンド、ソロアーティスト、ラッパーの楽曲に多数参加。さらに近年はソングライター、プロデューサーとしてスーパートや ASP などの楽曲を手がけ、ラップのディレクションを含む楽曲プロデュースで名を連ねた2024年元旦リリースのナンンバーアンダーアダラインアイのファーストデジタルシングル、ゴートがさまざまなチャートやメディアを席巻、巨大なバズを起こした。